電車内の何気ない日常風景から始まるこの動画。1分31秒のこちらの映像をご覧ください。遅刻ですよ。触りましたよね。いや、寝てらしたんでちょっと起こしました。すいません。それだけじゃなかったですよね。え、痴漢ですよね。いや、もたれかかってきた頭を起こしたで。大丈夫ですか？なんか、それだけじゃなくて。頭だけです。え、違いましたよね。あの、居眠りされて、もたれてきたんで、頭触って起こします。大丈夫、それだけじゃなかったですよね。いや、それだけですよ。あ、いや、ちょっと違う。何ですか？まだ話していや、話も何も、はい、居眠りされて頭起こしただけは大丈夫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 座ります。いや、あのよくあるでしょ、あの頭もたれかかって頭人の話聞けよ。落ち着けて落ち着けて大丈夫。頭乗っかっちゃった。説明してるんです。ちゃんと説明してください。やめてください。嘘ついてないのは起こしただけじゃないか。親切で。おい、いいですか。ちょっと触らないでよ。ちょっと、なんだよ、清潔なすんな。最低。このドラマを制作したのは、映画やドラマの現場で経験を積んだクリエイター集団です。人が痴漢冤罪の現場ってこうだよねって思い込んでいる偶像を撮っているんですよ。なるほど。なので想像しやすくて、はい、あ、怖いって。リアルな演技と状況の設定がインターネット上で話題となり、公開されてからわずか2ヶ月ほどで視聴回数は690万回を超えています。去年の痴漢の検挙件数は2233件、そのうち半数近くが電車の中で発生しました。こうした中、痴漢の冤罪被害の不安や恐怖を抱えている人たちがある行動を起こしました。おととい、都電の三ノ輪橋駅に集まった男性たちが乗車したのは、こちら一見普通の都電荒川線のように見えるのですが、実はこちら男性専用車両となっています。美濃和橋から早稲田駅までの区間をおよそ40分間貸し切り運行した男性専用車両です。男性側からジェンダー平等を促す国際男性デーを前に、NPO 法人の日本弱者男性センターが企画しました。こうした男性専用車両に対して女性からは、でもあっていいと思う、女性だけあってなんで男性はないんやっていう声ももちろんそうやと思うし、男性も作るべきやと思います。そういったことで減らせると思います。犯罪だったりとかも減らせると思います。もうね、触った触ってないはもう証明しようないもんね。この男性専用車両については日本だけでなく中国の SNS でも投稿が相次ぎました。日本は先を行っている。女性専用車があるなら男性専用車も。今回の企画にイベントの主催者は、まず一番悪いのは痴漢を行っている方なので、僕らは別にその女性の権利を奪いたいわけではなく、むしろ女性専用車両っていうのは大賛成でして、まあ、自分の身を守りたいのであれば男性専用車両に乗るっていう選択肢ができる時点で、やはりその男性専用車両ができたらというふうに僕たちは思っております。